これより、適切会計に関わる第三者委員会による調査結果と、可燃度決算修正及び、2019年度第三四半期の決算会見を行わせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは早速ではございますが、本日の登壇者をご紹介いたします。皆様の向かって左から株式会社ジャパンディスプレイ代表取締役会長スコット・キャロンでございます。スコット・キャロンです。よろしくお願いいたします。代表取締役社長兼 CEO 菊岡実でございます。菊岡実です。よろしくお願いいたします。執行役員大河内昭仁でございます。大河内昭仁です。よろしくお願いいたします。執行役員岡田拓也でございます。岡田拓也でございます。よろしくお願いいたします。それでは菊岡社長、冒頭のご挨拶をよろしくお願いいたします。はい、皆様この度は当社におきまして不適切行為が判明し、これに伴い第三四半期報告書提出の遅延、さらには可燃度決算の訂正等を行うこととなり、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの方々に多大なご心配ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。今後再発防止策を着実に実行に移して倫理ある事業活動を推進し、信頼回復に努めてまいります。ありがとうございました。それではご着席ください。はい、皆様、司会の方から申し上げました通り、時間が少し始め開始するのが遅れて申し上げませんでした。一部、会議書類の、提出で手間取ってしまいました。申し訳ありませんでした。はい、それではですね、不適切会計に係る第三者委員会による調査結果及び可燃度決算修正という資料につきまして、ご説明をさせていただきたいと思います。冒頭のページは先ほどのお詫びでございますので割愛いたします。このページも今までお話ししてます通り、不適切会計調査に関するこれまでの経緯でございますので、基本的には11月26日に、従業員から、通知を受領いたしました。で同じく、12月2日にですね、それに基づきまして特別調査委員会を立ち上げてます。24日にそれを第三者委員会に、組み替えたということですね。でその調査活動を受けましてですね、2月14日に決算発表の延期を決定してます。で本日4月13日に第三者委員会による調査報告書を受領しております。それぞれの委員会のメンバーが下に小さく書いてございますのでご参照ください。で次にですね、今日調査報告書を受けておりますけれども、それについて、11項目の概要が書いてございます。これにつきまして、大河内の方から ご説明申し上げます。大河内でございます。そうしましたら指摘事項11項目についてご説明させていただきます。ここの資料に書かせていただきました通り、11の項目についてまず1番目でございますけれども、100億円の核在庫の計上ということで、2014年3月期の第一四半期において一旦資格仮品30億円というのを過大計上しまして、翌15年3月期の第一四半期に取り崩しました。その後2016年3月期から17年3月期にかけて100億円規模の核計上がなされ、
その後また取り崩されたということでございます。これが1点目。2点目でございますけれども、過剰在庫と滞留在庫について実態と異なる販売見込み等を使用し計上回避したということでございます。こちらにつきましては、過剰在庫、これが3ヶ月以上滞留しているものとか、あと滞留在庫については3ヶ月以上、過剰在庫につきましては販売見込みのデータ等に基づきですね、過剰在庫かどうかというのは判断を弊社はしておりますけれども、そのデータにつきまして、基幹システムから出てきたデータを一部改ざんするようなことで、過剰在庫を圧縮して不正会計を行ったという事実、これが第三者委員会の方で認定されております。3点目、本来費用計上すべき消耗品を貯蔵品に振り替えることによる利益操作ということです。こちらにつきましては、研究用のサンプルのものとか、仕掛かり途中の試作品とか、そういったものが、本来、消耗品として損益で、費用処理しなきゃいけないところを貯蔵品という形で資産計上しているというところが認定をされております。続きまして、4点目、本来計上すべき費用や損失の先送りや資産化することによる利益操作ということです。こちらにつきましては、細かい10項目について、第三者委員会の方で、指摘を受けております。10項目についてすべて申し上げませんけども、一部弊社の後工程の拠点のパネルの返品の引き当ての費用の先送りであったりとか、あとはモジュール部材の残材の大量品の減価償却を先送りしたりとか、ないしはいろんな自工具とか、および研究開発用のフォトマスクのそういったものを費用を資産計上したりとか、そういった形で資産費用を圧縮をして利益を計上するという、そういった操作をしたというふうに認定を受けております。続きまして5点目、海外販売代理店への買い戻し条件付きの販売による売上計上ということで、買い戻し条件付きのセルの商品を一旦考え第三者の代理店に売却して、その翌期に買い戻したということで、本来売上に計上すべきでない内容を売上計上したというところは不正会計として認定しております。続きまして次のページでございます。6点目、製品保証に関する費用の先送りということで、弊社のお客様の保証に関する費用というところを翌期に繰り延べるということでございます。そこが不正会計ということで、不適切会計ということで認定を受けております。7番目、海外自宅製造会社及び海外製造子会社における損失の引当金の未計上及び先送りということでございます。この点につきましてもですね、JDI、弊社の仕掛かり品の資損費の引当金、そこの負担というものを、本来弊社で引き当てないところを実際先送りしたというところでございます。8点目、固定資産の減損損失の回避というところです。ここは再稼働の見込みのない有給資産について、減損を計上しなきゃいけないところを、減損の実際動いているというふうに、処理をして減損を回避したということでございます。これに関連しまして、もう一つその別の工場でですね、減損のその回避を意図した処理を会計処理をしたというところも一つ認定を受けておりますけれども、定量的にはそこの再度第三者委員会の方で減損のテストをした結果でも減損を認められなかったというところで、定量的な影響はございませんけれども、そういった不適切な会計処理をしようとした意図的な行為というところも指摘を受けております。9番目、本来費用処理すべきものを固定資産の取得価格に参入することによる利益確保ということで、
不動産の登録免許税であったりとか、まあ、いろんな税金を工場を建てるときの建設仮勘定に資産として組み込んでおります。これは必ずしも不適切会計に当たるものではございませんけれども、まあ、ルールが明確化されてなくてですね、適切な処理ができてなかったということで、誤備という形で認定を受けております。まあ、一部、それ以外にも不適切な会計というところが認定も受けております。10番目、関係会社に対して四半期ごとに支出した研究開発費用を出資に振り返ることで損失を回避したということです。これは16年の3月期の第3四半期におきまして、弊社の当時の関係会社に対する研究開発費用を、まあ、資産化するということの処理でございます。16年の第4クォーターでですね、その関係会社、当時の関係会社と収支契約を結んで、その第4四半期の時には適正に資産化されてますけども、その前の第3四半期におきましてはそこの契約はまだ締結されておらず、で相手方の関係会社さんともしっかりとコミュニケーションが明確に意思表示が確認ができてなかったというところで、不正会計というところで認定を受けております。最後でございますけれども、営業費用を営業外費用への振り替えによる営業利益の過大計上というところです。有給の施設資産に関して減価償却費を有給ではないというふうに見せてですね、減価償却費を営業外費用に計上するといった形の不適切会計というところは認定を受けております。以上11項目につきまして定性的にご説明させていただきました。定量的な効果も含めてですね、この後方から説明させていただきます。今大河内の方から、それぞれの項目について、概略を説明しています。今日同じく開示しております、第三者委員会の調査報告書にそのすべての項目について詳細に記載されておりますので、後ほどご覧いただければと思います。で、そこにも書いてございますが、元従業員の指摘事項のうちですね、今申し上げた11項目で、これは不適切以外に誤謬も含むものとして存在したことが認定されています。あとはですね、その指摘事項のうち1項目は結果として不適切な会計処理とはならないというのが1件で、残りの4項目がですね、不適切な会計処理が不存在だったということも、認定されております。で、次のページに移っていただきまして、こちらがその調査委員会報告書に基づく原因分析でございまして、上の文章のところに書いてあるところが下の原因分析の直接的要因、間接的要因という形で入っています。まあ、基本的にはこの文章のところに書いてございます通り、不適切通知、不適切会計処理の通知を行った元従業員が、まあ、主導したものであるということは認定されています。その直接的な原因としては、その当該元従業員に経理部門の権限が集中し、で、上位者や経理部門内での牽制が十分に機能しなかったこと、で、業績達成に向けた上位者からのプレッシャーが存在してたということが指摘を受けております。また、間接的な要因としては、まあ、当社の、まあ、残念ながら長年の業績不振、さらには営業利益を最重視する社風、取締役下における監視機能、監督機能や内部統制システムが不十分であったと。で、あとは社内の会計処理運用に、まあ、問題があったというご指摘をいただいております。で、次のページがですね、再発防止策の骨子と、で、こちらもですね、どういう再発防止策についての提言も同じく調査報告書でいただいてます。で、我々としてはこれを踏まえながらですね、最初のところに書いてございます通り、まあ、今後経営体制、ガバナンス体制、さらには再発防止等をですね、着実に実施していくために、
ガバナンス委員会、これ仮称でございますけれども、まあ、これを設置いたします。基本的にはですね、今後早期にですね、メンバー、これは、社内社外合わせてですね、設定することを検討しておりますけれども、まあ、あのメンバーが固まり次第、即時また皆さんにご報告申し上げたいと思っております。でこの委員会を中心にですね、まあ、下に書いてございますガバナンス改革、4項目ありますけれども、まあ、ここはちょっと詳細を割愛いたします。さらには会計処理経理部門の改善で内部統制機能強化といったところを中心に、まあ、いただいた提言 も真摯に受け止め、ただよくよく考えて一番、対外的なステークホルダーにも分かりやすく、かつ、一番我々の、内部のガバナンスを適正化する上での、まあ、JDI にとって一番好ましいやり方を、今後、議論するためにこういった委員会を立ち上げる予定です。で次のページはですね、一例といたしまして、先ほど大河内からご説明した1番目の、指摘事項ですね、架空の在庫計上があったと、こういったことにつきまして我々といたしましても、すでにどういう体制でこういったものをやっていくかということで、一つの一例としてですね、受けた事項につきまして、まずは事象分析を行い、で内部統制のエリアでのプロセス照合、不備とか不足の洗い出しを行い、でその上で、対象プロセス、統制プロセスを特定していくという形の作業をですね、各項目について実施し、過去こうやってこのように行われてしまった、不正会計がですね、二度と起こらない形の業務プロセスを行っていくということの、一つの一例として示しております。で最後の、2ページがですね、先ほど定性的に申し上げたところの、各年度におけるですね、差異っていうかですね、今まで我々が、出しておりました決算書類との差異という形で、それぞれをですね、先ほど11項目ありましたけれども、基本的に、数字の入りくりが出る4つの類型に、1つは棚卸資産の課題計上、それこれは流動資産の課題計上ですね、次は固定資産の課題計上、であとは、計上すべき費用の未計上で、その他という4項目に分けております。でご覧いただきます通り、それぞれの年度におきまして、そういった、処理を行った結果、それを適正化した場合にどういう影響額が出るかというところをそれぞれお示ししております。でこれをご覧いただくとお分かりになると思うんですけれども、結果としては下年度、つまり、19年度3月末ですね、つまり18年度の末における、我々の影響額というのが、それぞれの期の入りくりがあったものの、62億と、でさらにはですね、一部19年度の上期に、戻しが出てくるということから、我々がこれから発表する第三四半期の前の19年度上期ですね、つまり19年度9月末と、のすでに我々が発表した純資産の金額と、こういった、ご指摘を受けたものをすべて修正した後の純資産の差額は16億円という数字になります。これをもう少し分かりやすく次のページでグラフで示しております。それぞれの年度における営業利益の左側が修正前、右側が修正後でございます。上から営業利益、当期純利益で、それに連動する形での純資産の金額を明示しております。このページは18年度の末までしか出ておりませんので、70億という純資産が最後のところ9億というふうになってございますけれども、この次に今申し上げました、上期と、19年度上期というのがございまして、前のページで申し上げました通り、
そこの純資産額と、まあ、今回修正した後の純資産額の差異が、まあ、16億円になるということの、まあ、共報調査書の報告を受けたということでございます。はい、以上ですね、この不適切会計に係る第三者委員会による調査結果および可燃度決算修正についてという方の資料の説明にさせていただきます。で、続きましてですね、本日この調査委員会の報告を受けました結果、延期しておりました第三四半期の決算説明の、決算説明資料というページに移らさせていただきます。はい、次のページ。で、今回はこういった異例な形でですね、本来であれば2月に発表する予定でございました第三四半期の発表が今日にずれ込んでおります。で、それを受けまして、すでに我々の第四四半期も、期としては終了しております。従いまして、まあ、この冒頭の1枚目を私からご説明したいと思いますけれども、まあ、第三四半期の実績がどういうものであったということの概要、さらには現状、まあ、こういったサイレンスと期間でもございますので、合わせてこの第四四半期といったところにつきましては、普段なら2月に発表して、普段なら第三四半期の発表の2月の時に出すガイダンスに比べて2ヶ月遅れで、既に今申し上げました通り第四四半期は期間としては終了してますので、通常よりはもう少し踏み込んだ形でお話申し上げたいと思います。まず第三四半期の実績ですけれども、売上高は前年度前年度のサードクォーター第三四半期にあったスマホ向けの新製品の大幅出荷増が今期はございませんでしたので、第三クォーターの売上高としては減少しております。で、ただし営業利益に関しましても、は売上が、前年同期比に比べて大幅に下がりましたものの、上期に行いました構造改革の効果で、それによる費用低減効果もありましてですね、以前方向性としてはお示ししておりましたけれども、 Q3 の黒字化の達成は、営業利益に関してはできたと。で、このあたりはですね、後ほど大河内から詳細を申し上げます。で、続きまして第4四半期の見通しです。これはですね、売上高に関しましては、まあ、季節要因と今のこの現状の新型コロナウイルス感染拡大の影響によりですね、サードクォーター比では 25% 減を見込んでおります。で、その結果ですね、通期の、売上はですね、約5000億程度に着地する見込みでございます。で、営業利益はですね、今申し上げましたように第三四半期では営業黒字化を達成できましたけれども、今、世界中に広がっている、まあ、申し上げました新型コロナウイルス、これにつきましては後ほど我々の影響につきまして、ページも設けておりますのでご説明申し上げますけれども、まあ、その影響もありですね、まあ、残念ながら Q4 の黒字化と営業黒字はまあ困難かなというふうに見込んでおります。で、しかしながら当期純利益に関しましてはですね、前発表しております関係会社である JOLED 株の株式売却等の特別利益もありましてですね、まあ、この19年度下期というのはぜひ黒字化を目指したいということを申し上げてましたけれども、まあ、営業利益段階のところにつきましてはですね、まあ、申し上げましたコロナ影響のことにより、かなり難しくなってますものの、最終黒字に関しましてはですね、まあ、これは時期としては、多分5年ぶりになると思うんですけれども、一応19年度下期ベースとしては、半期ベースとしてはですね、まあ、最終黒字が達成できる見込みになったというふうに考えております。数字面は下の表にございますのでご覧ください。それでは第三四半期の詳細につきまして
大河内の方からまたご説明申し上げます。はい、そうしましたら第三四半期の売上高の方からご説明させていただきます。従前からお示ししている内容でございますけれども、左側が四半期ごとの売上高の地域別の推移、右側はそのご説明になります。この第三四半期につきましては第二四半期に比べて若干売上高が増加しております。増加 の要因としましてはモバイルの米国向けの売上が増えているということでございます。で前年同期比、18年の第3クォーターに比べましたら、先ほど説明ありましたけど 40% 程度 減少しております。大きなところではやっぱり18年その前年同期の時にはですね、収納お客様のモバイルの売り上げが非常に大きかったということで、2500億の売り上げでございましたけども、それこの同四半期につきましてはそこまで売り上げがなくということで、大幅に落ちております。で、事業別に見ていきますと、車載につきましてはほぼ第1クォーターと変わらずでございますけれども、全般的にグローバルな社会情勢および経済情勢に伴いましてですね、弊社の販売地域である欧州、米国、中国、日本、全般的に落ち込んでいるということで、今後もそういった傾向がついていくというふうに見込んでおります。ノンモバイル分野につきましてはノート PC が一部不調でございましたけども、逆に、VR 向けのディスプレイというのが好調でございました。次のページでございますが、こちら連結の損益計算書でございます。売上高につきましては、先ほど申しました通りでございますが、1500億ということで、真ん中が18年の第3クォーターの訂正後、一番右が19年のセカンド、第2クォーターの訂正後ということで、訂正後の意味合いは先ほどご説明差し上げました、可燃度の決算の修正後の数字になります。売上高は今申し上げた通りでございますが、コストにつきましてはですね、固定費、変動費をそれぞれ、削減することに、削減することができました。固定費に関しましては後ほどご説明しますけれども、構造改革の効果もありました。その結果として、粗利のが、6.5% から 7.3%、四半期に関しましては 0.8% の増加というふうになっております。その結果として、営業利益が黒字化を果たしていると、達成したというのが結果でございます。でそれ以降の営業外特別損失損益のところを見てまいりますと、営業外損益が58、特別損益がマイナス30ということで、それぞれ営業外損益の大きな項目というのが下にお示ししている通りでございます。営業外の費用の持ち分、大きなところでは43億円、これが持ち分の投資損失でございます。これは JOZ 株の株式の持ち分法の投資損失でございました。あとは台風21号の影響が3億円と。で特別損失のところでございますけれども、事業構造改革費用として25億円、計上しております。このうちの23億円が、茂原工場の機械設備の減損の金額となります。その結果として、当期の純損失が67億円という結果になっております。続きまして、営業利益の前年同期比及び前下の 第2クォーターの比較でございます。ご覧いただきます通りですね、前年の同四半期との比較におきましては、営業利益が43億円から25億円。この内訳としまして、製品のミックスが変わることによって179億円 のマイナスの効果はございましたけれども、影響はありましたけれども、構造価格131億円と、あとは、為替とか販管費の削減によって25億円ということになっています。
131億円の構造改革でございます。構造改革の効果でございますけれども、もう従前ご報告申し上げてます通り、昨年の6月に構造改革を発表しております。で、その時に、まあ、大幅な社員の原因、ほぼ3割に、また一つ3割の原因、並びに白山工場の減損といった施策によりまして、固定費が大幅に減っているという効果が、まあ、130億円の収入でございます。前四半期の第2クォーターとの比較でございますけれども、マイナス81億円から25億円というところの違いでございますけれども、まあ、製造固定費と在庫増減、あと為替筋半会議という項目で、それぞれ15億、38億、49億と書いております。製造固定費につきましては、先ほど申しました構造改革の効果がこの第2クォーター以降に出てきております。その結果としては38億というところ。在庫増減のところにつきましては、前四半期の第2クォーターにつきましては、生産の稼働益が大幅に計上されておりましたけれども、それが減っているということに伴って、まあ、49億。あとは評価減のところが減ったというところで、合計の49億という効果に打ち明けとなっております。続きまして、バランスシートでございます。9月と6月との比較におきましては、純資産が790億のマイナス、債務超過だったところが、マイナス1033億ということで200億円強の債務超過の金額が増えております。こちらは損益計算の、まあ、投機損失の影響は出ております。まあ、この後にですね、事象としまして先般発表させていただきました。この後もご説明しますけども、3月26日付でまあ、いちごトラストさんからの増資、およびインクジェイさんからのリファイナンスというところで、債務超過は解消しています。次のページはキャッシュローでございます。ここにつきましてもですね、営業黒字が、まあ、果たせたということで、まあ、営業キャッシュローも3億のプラスになっております。しかしながら投資キャッシュローと、まあ、財務キャッシュローを加味したフリーキャッシュローは、まあ、依然として、まあ、44億のマイナスということで、まあ、第2クォーター及び第1クォーターに比較して営業キャッシュローのマイナスが黒点したということ、黒字化したということはございますけども、引き続きこちらのフリーキャッシュローのところは黒字化していくべくですね、鋭意全社を挙げて今コスト削減、キャッシュローの構造を変えていこうという努力をしています。19年度の喫緊の課題の対応状況ということで、ここで3つにまとめてご説明させていただきます。1点目が財務基盤の強化、2点目が構造改革の実施、3点目が事業環境変化への対応力の強化というところでございます。財務基盤の強化のところにつきましては、先ほど申し上げました通り、大幅な債務超過でございましたけれども、3月26日付をもってですね、債務超過は解消しております。まあ、これに伴い、お客様、サプライヤー様との信頼関係も再構築できるというところで、まあ、財務基盤、今後その、バランスシートは健全化されましたけれども、PL のところを、損益のところをしっかりと黒字再生にしていくべくですね、今全社を挙げて取り組んでいるという、そういった状況でございます。構造改革のところにつきましては、先ほどご説明申し上げたとおり、昨年の6月に実施しました構造改革、これの効果が、まあ、半期で250億円以上出て、おります。これをさらに一層、まあ、コスト構造をですね、さらにブレイクダウンをして、コスト削減を今進めているという、そういった状況でございます。最後、事業環境の変化というところでございますけれども、2点、まあ、成長投資による製品ポートフォリオの変革と、あとは昨今の影響が出てまいります、コロナの影響のところでございます。成長投資のところについては、オーレットが第3クォーターで製品が上地しております。
そこのところをしっかりと事業を伸ばしていくというところを今やっておりまして、まあ、そこに資金調達が今後必要になってくる可能性もあるというところ、加えて、コロナの影響、ここは後ほどご説明しますけども、弊社も影響を受けております。で、現時点では、まあ、資金調達について資金については、ま、問題ございませんが、今後コロナの状況がさらにさらに悪化していくということを考えて、まあ、最悪の最悪のシナリオを考えた場合でも、まあ、いちごトラストさんからの追加の資金調達並びに、いろんな債券の資産の流動化等々も含めてですね、資金調達の多様化を図っていきたいというふうに思っております。このページはインク J さんの支援のリファイナンスいただいた内容でございます。詳細は割愛させていただきます。3月26日にですね、ご説明済みの内容でございます。財務基盤の改善ということでございますけれども、前回の発表の時、決算のご説明の時にもお示ししている図でございますけれども、まあ、そこから19年度の第3四半期をベースにして数字をアップデートしております。純資産とネットキャッシュの動きでございますけれども、純資産につきましては第3四半期末現在では1083億の債務強化でございました。まあ、これをいちごトラストさん の優先株の発行の分と、ジェロイト株式による大仏弁債英州優先株並びに主要顧客向けの資産の売却、生産設備の売却の売却益、これに伴って第三四半期末現在をベースにしますと950億の資産超過という形になります。ネットキャッシュも同様で、ネットデッドで1969億だったのが19億のプラスというふうになっています。まあ、ここでまあ、大幅な、まあ、バランスシートの健全化並びにキャッシュポジションが、まあ、量化したというところ の、 図になります。新型コロナウイルス問題の影響と対応でございます。ここにつきましては、まあ、弊社のビジネスとしてですね、非常にグローバルにサプライチェーンに依拠しております。中国では、まあ、自社工場の後工程の拠点並びに EMS の拠点が複数ございます。並びにフィリピンであったりとか、サプライヤーの工場はタイであったりとか、販売先が欧州であったりとかアメリカであったりとか、グローバルにわたっております。で、まあ、確実にグローバルコロナ影響というのは受けておりますが、まあ、中国の状況が、まあ、だいぶ落ち着きつつある一方、まあ、欧州の状況、アメリカの状況とか東南アジアの状況とかっていうのはまだ注視しなきゃいけないということで、まあ、この年の1月に勃発して以降ですね、毎日幹部を含めてコロナの影響というところをしっかりとモニターして対策を随時打っております。生産面、売上損益面、資金調達面ということで、3つの軸から、まあ、影響と対応策というのをここに書かせていただいております。生産面につきましては、中国の拠点がだいぶ落ち着きつつあります。ですので、供給のところにつきましては、一旦中国については落ち着いているかなと。ただ、フィリピンのところがまだ戻ってきておりませんし、今後、タイからの部材が、まあ、滞るというようなことがあれば、弊社の事業にも影響が出てまいりますけれども、今現時点ではそこは、顕在化はしておりません。資金調達のところにつきましても、先ほど申しました通り、まあ、最悪の最悪の最悪の状況を見てですね、資金状況というのをしっかりと準備をしております。現時点では、追加の多額の資金調達というのは、予定をしておりません。まあ、3月に発表していますいちごトラストさんとのからの追加の資金調達のところについては、継続して今協議をしているそういった状況でございますけれども、当面の資金については問題ない水準というふうに考えております。だから今後の状況に備えていろんな資金調達の手段というのは多様化を図っていきたいというふうに思っております。以上でございます。
最後のページになります。大河内の方から喫緊の足元の課題というところで先ほど申し上げましたけれども、まあ、我々といたしましてはおかげさまで資金調達も、完了し債務超過も出したと。もちろんこういう未曽有のコロナ影響というのはありますけれども、まあ、この持続的成長に向けた課題と戦略ということで、最後のページで締めております。まあ、課題はもう当然いかにトップラインを上げるかで、コスト競争力の強化というのはボトムラインですね。で、技術立社としての開発力の強化、さらには、まあ、全社横断機能って書いてあります。これは、まあ、我々としてはより、ディスプレイからソリューションビジネスという形も標榜したいというのは以前申し上げていると思うんですけども、まあ、そのあたりについてのより社内的な、まあ、マーケティング機能の強化とかですね、そういったものを今いろいろと整備しております。で、その結果ですね、そういう課題に対してまずはその事業収益力の徹底強化ということで、まあ20年度をですね、もうターンアラウンドの元年というふうに見なしてですね、まあ、徹底的な事業収益力の強化を図っていくと。で、まあ、当然コロナ影響があるもののですね、まあ、我々としては、まだ当然なんていうんですかね、満足できるその財務体質まで至ってないものの、まあ、いろんなステークホルダーにご心配をかけなくてもいい水準まで適正化できたのかなというところで、まあ、基本的にいろんな面での過去やはり傷んでしまった事業基盤というのをまずは立て直し、でその中ではここに書いてございます通りアセットの適正化、まあ、変動費の改善、生産性の向上というのをもうとにかくこの元年である20年度でもうやりきると。でその中でですね、まあ、次の成長のための高付加価値技術の事業化という中で、まずは、ほぼ上市のに向けての準備が着々と進んでいる、まあ、指紋センサーの事業拡大、さらにはそれ以外のシーズというのを着実に事業化していくと。で、まあ、ディスプレイ一辺倒じゃない、もう少し多面的な形での、付加価値を以前から申し上げましている通り、規模だけではなく、まあ、付加価値をよりある事業体質に変えていくというところで、やはり、その単独では難しいものにつきましては、アライアンス戦略も加速化していくという中で、まあ、多様なパートナーとのアライアンスといったものを今後構築していきたいですし、いろいろ水面下では進めております。こういったものは今後明らかになっていけば皆さんにお示ししたいと。いずれにいたしましてもですね、まあ、今日は説明の時間が長期になって申し訳ありませんでした。まあ、我々としては、まあ、2ヶ月間決算を延期しなきゃいけないということになる中で、まあ、非常に、第三者委員会から貴重ないろんなご提言を今日いただいております。で、まあ、それを受けて、今決算を発表させていただいたわけですけれども、まあ、今後は、より、まあ、スコットさんにも、会長に就任していただきましたし、まあ、新しい体制でですね、過去と決別し、信任を回復できるような形での、中のガバナンスの徹底的な適正化をし、その中で収益力の改善も図り、ぜひ皆様にご納得できる企業に生まれ変わりたいと思っております。今日はご説明、今日は冒頭が少し伸びまして、時間が開始が少し伸びまして申し訳ありませんでした。私からの説明は以上でございます。ありがとうございました。それでは、質疑応答に入らせていただきます。の会見をこれにて終了させていただきます。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。